かもすいません、パーソナリティーさせていただきます、東と申します。よろしくお願いします。すいません、今ちょっと手元になくて申し訳ないです。はい、東さん後ほど、東さんも行きましょう、あのキャンプのなんて交流会的な。行きたい、行きましょう、行きましょう、行きたい、行きます、行きます、行きたい。俺、後ろ、スーパー車でしかないなと。これ、スーパー1曲目、はい、あれでしょ、1曲目、聖夜の、はい、曲を探してるんだ。あ、今ちょっとあれで増えてるって、あの見つけるのところから探してください。ここで探してもらって。あ、はい。じゃあ頑張ってください。お疲れ様です。いいよ、お疲れ。9分だいたい9分ぐらいから始まります。あ、どう、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。一回FM 沖縄をお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。11月16日木曜日、時刻は5時を回りました。宜野湾市喜友名宜野湾ヒルズ通りの高台にスタジオがある FM 宜野湾より、綺麗な海を眺めながらサザンブリーズお届けしております。はい、お相手は私、東克明と、はい、陽気無邪気漢字弱者のセイントこと岸本聖也と言います。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、はい、それではですね、早速なんですけども、ちょっとここで、はい、一つお知らせがございます。はい、こちら、うん、沖縄県認知症行方不明家族の会事務局からのお知らせです。はい、沖縄市認知症高齢者など安心登録事業より、昨日行方不明になられた宮城様について捜索のご協力を呼びかけましたが、無事発見されましたのでお知らせしますと。はい、皆様の捜索ご協力ありがとうございました。はい、ということでございます。今日のですね、サザンブリーズ、一応もちろんね、はい、あの投資のメッセージテーマとして、はい、置いてあるのがラジオにまつわるエトセトラでございます、はいはい、なんですけど、はい、僕はもう今このね、この東北テーマのことを考える余裕がないそうなんですよ、今日はね、ちょっと余裕がなくて後から分かるんですけど、はい、なぜかというと、このサザンブリーズの前の番組に、はい、DeNA ベイスターズの所属している峰井選手のお父様がですね、はいはい、出演されてて、あと、高橋会長ですね、はい、共に、出演されてたんですけども、それをちょっと外でね、僕がブースの外で、はい、聞いていたところ、あるでしょうと、 DeNA ベイスターズのコーナーあるんでしょうと、そうじゃあ出るよと言っていただいて、ありがたいなと思ってるんですよね。なんでちょっとね、すぐね、そのお二人とのお話を俺はしたい、はい、多分せいやくんね全くついてこれないと思う本当にもうずっと打ち合わせしてるときもずっと見てるんですよ、本当に中をね、もうそう、中をずっと見てて、あーちょっと喋りたいんだなと思って、そう、本当に喋りたいんですけど、ただもう僕のね浅い知識でお話しするのが本当に申し訳ないぐらいな感じなんですけども、ちょっとお話ししていきたいなと思うんで、もうすぐねガンガン進めていきたいなというふうに思っております。はい、はい、それではですね、投資の、メッセージテーマは、はい、ラジオにまつわるエトセトラです。皆さん本日もですね、リクエストメッセージ、募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。はい、お聞きの放送は 79.7MHz FM ギノワンです。 FM ギノワンではユーストリーム、ツイキャスで映像と音声をネット配信もしています。 FM ギノワンのホームページからも見ることはできますので、そちらもお楽しみください。拡散などしてくれたら嬉しいです。そしてサイマル放送もやっています。スマホの場合はリスラジで聞いてくださいね。パソコンではお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがありますので、
リスナジでは完全に同じ放送をお楽しみいただけます。はい、さあそれではこの後5時56分までお送りします。はい、皆様最後までお付き合いくださいませ。それでは本日のオープニングナンバーです。はい、こちらせいやくんからのリクエストです。はい、じゃあ曲紹介いきますか。はい、はい、どうぞ。それでは聴いてください。ダンシングヒーロー。踊り出した。あーこれか、最近よくやな。すいません、ハマっちゃってて最近この歌に。いやー俺全然ハマっちゃってて、大喜利むちゃ。いやいやいや、踊ってよ。踊って、これ。あ、踊って踊って。もうサビ終わった。サビだけでしょ。サビだけ、サビだけですか。あ、踊った。さっき横浜、なんだっけ、横浜、みな、あ、港の横浜。港の横浜とかも流れてたし、ウルライト横浜も流れてたんで、あ、いいなと思って。好きなんですよ、自分こういう歌。はい、昔の歌。せいやくんは、もしかしたら、お二方に失礼なお言葉を言う可能性はない。大きなところで。もうあの腰が濃いよね。本当にもう面白い、こうなるんで。いやー、ありがとうございます、皆さん本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、シュプリームさん。そうですよ、テンパリ中ですよ。これもうまさかまさかなんで。最近これ多いよね、動画でね。最近流行ってますね。若い子たちもこれ踊ってて、あの大阪のね、あのダンス部の高校生たちがなんかそういう動画を撮って、やってたね、で盛り上がってっていうのがあって、そこからもう30年ぶりにまた。30年になるの、あれから。30年みたいですよ。頭抱えられて。いやでも俺ちょうどバブルの時に東京にいたから。ああ、そうなんですね。いやもうすいませんよ。いや、うわ、それすごいな。俺だってバイト、キャバレーでバイトしてる時なの。うわ、やばいじゃないですか。一番、うん、もうすごい。学校行きながら 夜はキャバレーでバイトしてるんだけど、チップ、男でもチップもらう。で、俺チップ最高6万円ぐらいもらったことある。え、すごい。だから18、19で新宿、池袋から新宿までタクシーで飲みで飲んで、どんちゃん騒ぎして、タクシーで帰って、で、タクシーのうんちゃんに1万円払って、お釣りはいいよって言ったんですよ。やっぱもう、お金とか、こんなことやってますか。だって、1万円札見せないとタクシー止まらなかったから。そうなんですか。もう、これから先輩と売り出すわ。そうそう、DeNA ベイスターズ応援したい特別版、イエーイ。はい、はい、というわけでございまして、
毎回ですね、この番組の、コーナーで僕の持ってるコーナーなんですけども、私野球が大好きな、私東克明がこの宜野湾市をキャンプ地としている DeNA ベイスターズを勝手に応援していくと、はい、そして各アシスタントの皆さんが、プロ野球もちろん ベイスターズのことを、全く知らないというので、そんなアシスタントたちにベイスターズはこういう選手がいるんだよとか、この先日の、ね、日本シリーズだったらこんな試合だったんだよというのを熱く熱く語るコーナーとなっております。はい、そんなコーナーなんですけども、今日は、はい、この前の時間の番組から引き続いてゲストで出演していただくということになりました。はい、それではお二方とも自己紹介お願いします。あ、こんにちは、こんばんはかな、もう、はい、キャッチャーの峰井宏樹の父でございます。ハマスタではミネイパパって呼ばれます。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、横浜 DeNA ベイスターズ宜野湾友の会の会長をしております高江と申します。普天間では、高江くんって呼ばれてます。よろしくお願いします。はい、いや嬉しい。え、いや嬉しい。何をですか。野球好き、もちろん野球は好きっていう人多いんだけど、はいはい、DeNA のファンがねこうやってできて出てくるっていうことは、うん、もう涙が出る。でもね、ありがとうございます。いや、じゃあね、じゃあもうこの深いお話をね、うん、する前に、まあ、僕はやっぱ正直な、うん、ちょっとね気持ち、多分それを言っとかないと多分あれだと思うんですけど、うん、プロ野球はね、うん、僕それ好きでなんですよ。うん、でもどこのファンっていうのは正直ないんですよ。僕は、うんうん、いろんな試合を見て、うん、例えば面白そうな試合のところで、まあ、そのチームを応援するみたいな。うん、でいろんな今広く浅くっていう感じだったんですけど、うん、この FM 宜野湾でこのサザンブリーズというのをこの11月から担当させていただくようになったんですね。うんうん、月曜日から木曜日。うん、はいはい、でせっかく宜野湾でこうやって番組やらせていただくんであればということで、キャンプ地の DeNA ベイスターズをじゃあ頑張って勉強してファンになって、それを皆さんにね伝えていけたらなというふうに思ってやったコーナーなんですよ。うん、ああ、そうですか。はい、嬉しい。いやいや、本当僕も、うん、実は、ベイスターズファンになったのはですね、はい、98年日本一になった時、それまではそんなに興味なかったんですよ。中日が好きでね、その時。あ、そうなんですか。中日が好きだったんですよ。で、そこから、はい、横浜が、キャンプをして、はい、でリーグを制覇して、うん、その前の年からね、大家さんっていう方が担当して、はいはいはい、そのぐらいからあれ面白いなって思って、うん、でそしたら権藤さんに代わってすぐ、98年に、そうですよね、日本一になった。はい、佐々木投手がこの時ね、実は、98年日本シリーズの時に、はい、宜野湾市にお願いしたんですよ、うん、僕ら。ほう、一ファンとしてね、はい、宜野湾でその時パブリックビューイングっていう言葉はなかったので、なるほど、みんなで見る、はい、なんか投影機かなんか使って見ようよっていうふうに、はいはいはい、そうで言ったんですけど、はい、その当時の担当者の方がちょっとできませんというふうにお断りだったんです。まあ、もちろんね、宜野湾市の場合は行政の場合いろいろ予算組んだりとかなんとかするので、はい、だからやはりそれはもう分かりましたと、はい、じゃあ僕ら手作りでやろうかって言って、今宜野湾の普天間に流房ってあるんだけど、はい、そこが農協があって、はい、その壁を使って壁にシーツを貼ってさ、でそれで、投影機持ってきて、で、ビール瓶、ビール箱持ってきて、そこに足場板組んで、で、僕その時酒屋に勤めたもんだから、バドワイザーとオリオンビールに電話して、はい、あとミラ、この3社に電話して、はい、こういったことするんで、協力できないかっていうことでやったら、なんとね、90ケース、30ケースずつもらって、ビールを、はい、でそこで日本一をみんなで見ようということで、みんなのステージも組んでやったら、なんとその当時の市長が挨拶させてくれと。おー、すげえ。
で最初はんダメって言ったじゃんと思ったけど、うんうん、まあね、でもまあ向こうの都合もあるし、うんうん、あこれはもう市長がここで挨拶するのいいなと思って、いいですよね。で優勝決定してみんなでビールかけやって、うん、で市長を登壇させて、その当時の市長をね登壇してもらってやった経緯があるのよ。すごいな。もうあの時は僕とあと中本っていう、はい、中本健一郎っていう、はい、後輩がいて、はい、これと2人で企画してやったんだけど、はい、今でももうだからもう20年前、うんうん、そうですよね、うん、忘れられるね。もうあれからもうずっと横浜ファンを一筋でやって、うわすごいっすね。でこの、まあ、職というか、うん、をいただいて、うん、でそれから、まあ横浜さんといろいろお付き合いをさせていただく中でね、はい、やっぱり付き合っていくとやっぱりこのチームの可愛さというか、うん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 、見えてくるわけですよね。そう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 。その中に、ドラフトの3巡目で峰井宏樹という沖縄人間が入ったと、ね、あこれ応援しないといけないよと。そうですよね。そうだから峰井宏樹を応援するわけじゃないけども、うんうん、ベイスターズ全体の中でまた峰井宏樹という郷土の誇るヒーローがいるという、うんうん、でそこねまたこのお父さんもこの色白のお父さんが来てね、色白どこにいても目立つようにあの日焼けしてる、うん、夜は紛れて、うん、ハマスタなんか行くとすぐ分かるから、はい、あ、おやじいるわ、あ、そっかそっか、うん、で、あの横浜は試合終わってよしじゃあ飲みに行こうって二次会場行ったらいる、うん、行ったりね、そうなんですね、うん、なんか知らんけどよく会うのよ、よう、なんか知らんってそうだね、すごい、いやすごいご縁ですね、すごい。だから僕もだからそのこの番組でやるようになったから、そのいやベイスターズを結構注目して見るようになってきたんですよね、うん、ここ最近で、うん、でその見るようになってからのまたあのこれも縁だなと思うことがあって、うんうん、ドラフトもやっぱり注目してね、うん、見てたんですよ。でドラフトで DeNA ベイスターズ1位指名、うんうん、東克樹選手、そうそうそう、僕東克樹一字違いなんですよ。おもうこれを聞いてね少しもらったらどう？そうそうそう。そうなんですよ。宝くじでも一時間でなんか買った。なんかね、前後賞欲しいんですけど ね。ドラフト前後賞いいね。そうそうそう、ドラフト前後賞。ドキッとしてそれ見て。だドラフトね候補で東選手がいるっていうのはもうしてたんですけど、まさかそのこういう縁があって DeNA に一位指名で単独で来るかと思って。わあすごいなと思って、もう勝手にもう、うん、まだねあの全然試合もねなされてないけども、うん、勝手にもうファンになって、うん、ちょっと応援しようかなと。いいね。で2位が神里選手ね。そうですよね。今日ちょうどなんか契約なんかね、うん、ニュースでやってましたね。うん、あそうなの。はい、今日契約って言ってましたね、はいはい。僕らも待ってるんですけどまだ来ないですよ。あそうですか。育成の20位でもいいから取ってくれんかな。いやあのね、ベスターズっていうチームは、まあ、あのお父さんも分かるんだけど、お父さんは逆にお父さんだから、うん、なかなか入りにくい、ま、ところもあると思うの。あの要するに自分の息子だから、うん、やっぱり遠慮しずけずけと いけないところもあるわけだ、うんうん、もちろんそうですよね。僕らは結構ずけずけといくタイプなんだけどそうですよ、こっちはねいけるん で、ベスターズのいいところは、まあ、もちろんラミレスな首脳陣もいいんだけど、うん、チームスタッフも素晴らしいからね。あそうなんですか。いや本当あの若くて、はい、もう面白くてね、はいはいはい、あの今回も実は日本シリーズ、うん、日本シリーズっていうのはあのチケットがですね取れないんですよ、うん、基本的に、うんうん、あの日本シリーズだけは主催が、うん、日本プロ野球機構っていうところの主催なので、チームが何枚っていう当てがおられなくて、うんうん、お父さんとか選手のお父さんでさえ選手でさえ 1人2枚しかもらう。あそうなんですね。それを宜野湾市長とかの話をしたら、はい、ぜひ取ってくれと、行きたいからみんなで行こうよって言って、はいはい、でチームの、あの決定して翌日、うんうんうん、広島に勝って翌日すぐ電話やった、うん、高橋さんちょっと厳しいかもしれんって、なんでって、いや実はうち主催じゃないですよ、俺その時知ってあなるほどなるほど、あそうなのって、あうそって、でもどうにかできないか、どうにか、うん、あーってどうにかお願いって言ったら翌日、はい、分かりました、じゃあ40枚おー40枚すげーで、2日間にわたって40枚、うん、20枚20枚で、じゃあ分かりましたって言って、うんうん、で、じゃあ後で買いますんで、はい、お金払いますんでって言って、はいはい、立て替えたわけよ。そしたらさ、このチケットがとんでもない、
プレミアチケットなんで。ですよね。立ち見ても2万円ぐらい出ました、ね、あれ、だってなんか本当にあの全部満員でも買えないってなってたけど、うん、ね、はい、すごい。でもなんかネットオークションとかでね、そうそうそう、高値でちょっと取引して、そうそう、だから売ろうかなと思って。いや本当に誰なんか話聞いてたらね、なんか、そうなんだ、高値だ。日本シリーズのチケットがあの販売されてない、まあ、高値 で、はい、ネットオークションに出てるのがな4万枚ぐらいあったっていうね、うん、話で、うん、ね、それもね、すごいよ。そうよ、チケットキャンプ、うん、すごいですね。そういう ね、話も聞けるようになったのも日本シリーズに行けたから。よそのチームだったから関心なかったかもしれないです。そうそうそう。いや、どの試合見に行かれたんですか。僕親父と会ったのは阪神戦、はい、ね、まず阪神戦で、うんうん、CS のファーストステージ。ああ、ファーストステージ。うん、ああ、なるほど。で、僕は広島には行けなかったんですけど、うん、親父はずっと仕事休んで、はい、まあ自分で会社やってるんでね。おお、なるほど。で、仕事の都合をつけて。つけて、あ、そうそう。勝手に休んで広島まで行って、で広島勝ち残って、で、僕は、うん、ハマスタの会、うん、行って、はい、でそこで会って1回目負けたんだけど、はい、ね、うん、4戦、はい、第3戦か、第3戦負けたね。3戦負けね、3戦ね、4戦5戦勝って、そうそう、4戦5戦勝って、で4戦一緒に見て めちゃくちゃ騒いあれはね。でもスポーツっていうのは、はい、僕あの勝ってみんなとハグしたんですよ、多分1000名ぐらいとハグしたと思う、うん、ハマスタで、はい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 、みんな立ち上がってね、そうそうそう、でもう俺ホテル帰るまでずっとハグしっぱなし、外でもみんな、でその中でやっぱりソフトバンクファンもいるわけよ、うん、ホークスの、そうですよね、その人たちともハグしたからね、あ、いいゲームやったって、いや、そうですよね、いや、いや、でもそれぐらいいいゲームだった、うん、本当にね、ファンはね、敵だろうが味方だろうが、うん、試合の結果、まあ極端に差が開いてる、まあそうですよね、あ、いい試合だったってお互いやってますから、試合いいな。僕でもだから多分僕が一番古い野球の記憶というか子供の頃で、はい、初めてプロの試合を実は見たのが、はいはい、オープン戦の横浜の試合なんですよ。横浜で当時僕浦添に住んでたんですよね。で父親が野球が好きで、うん、でそれでおそらくそれでなんかキャンプ、まあ、オープン戦見に行こうっていうので横浜の試合だったのだけは覚えてるんですよ、うん、そのなんか選手名鑑が見て、うんうん、これいくつぐらい、何年前、あれはね、僕でもね小学生の時だったから、でも20年以上だから前ですよね、はいはいはい、あ、じゃあ本当あれだね、優勝をこれからしていくっていうするかどうかっていう、あのスーパーカートリオとかその辺なら、あ、そうかもしれないですね、高木さん、屋敷さんとか、ね、あ、うん、そうですよね、いいな、いやでも嬉しいです、こうやって、まあ、DeNA ベイスターズ、まあ、もちろん野球の話をこういうふうにお話できるのが僕は嬉しいです、単純に、いや、はい、僕も、まあ、親父はもちろんそうなんだけど、うん、やっぱりそういうファンが増えるっていうことはすごく嬉しくてね、親父なんかもね、自分が手塩にかけて育った息子が今プロ野球選手だから考えられないでしょ、自分の息子がプロ野球選手って、だから初めてお会いしましたもん、プロ野球選手のお父さんに、ね、すごいですよ、びっくりするよね、だまだまだなんかに自分の息子が日本シリーズ出たっていう、それって実感まだ湧いてないんです、それってどんな気持ちなんですか、確かに、なんかよく聞かれるんですけど、本当にまだ実感湧かないんですよ、多分息子戻ってきて飲んでたら、うん、あ、そうだよなとかっていう話になるのかな、すごいわな、うん、すごい、すごいな、でどうやって育てたのって言って、普通におっぱいで育てるしかないでしょそうですよ ね、本当にね、いやすごいよね、いい、でもやっぱせいやくんはさ、あんまり要はその、DeNA ベイスターズのことを、まあ、そこまで知らないっていう、うん、そうですね、まだ、うん、それでも青だった ね、 ねベイスターズ一応ね、一応青だった、一応青だった、いや、ね、本当、意識してるでしょ、あ、でも青好きなんで、青が好きなんで、ベイスターズが好きだから青、そうです、そういうことこれからも、はい、でもじゃあ僕でもこういうさ、やっぱり話って、あ、まあ野球自体にそんなに興味がまだ薄かったんかな、まだそうですね、その時は薄かったで、ね、でもやっぱりこういう、まあ、俺とかさ、このお二人のとかのお話聞いたら、
好きになるよね。なんか熱くなるから好きになって、うん、あとチームが好きになると思います。なんかそういうさっきも言ったみたいに、なんか敵同士でもこんないい試合だったねっていう言える試合をちょっと見てみたいなと思って、あったかいですよねそれ本当に。本当にね、まあ、一部のファンは、まあ、いるんだけども、ほぼほぼ例えば敵地、広島行ったり、阪神行ったり、ジャイアンツ、ドーム行ったりしてもやっぱり応援の仕方というか、相手をやじることはないんだよ、なくて、だから相手が攻撃してるとこは時はこっちはシーンとしてて、だから、そうそうそう、そういったのがね、まあごくたまにいるよ、いるんだけど、そういうのは俺一度ちょっとごめんねこの話すると、去年の6月に、今年の6月に、西武、はい、交流戦で西武とやるときに僕行ったのよ、行って西武ドームに行ったら、行ったらそこにね、西武ファンのユニフォームをつけたのが、男性がいて、男3名ぐらいでいて、俺の後ろ4段目ぐらい上でギャーギャーギャーが言ってるわけよ。もうすごいわけ、本当に今ラジオで言えないぐらい、本当に一人の選手に対して、例えば、外国人選手に対して差別用語言ったり、すごかったのよ。でもで俺かみさんと言ってて、でちょっとブチ切れて、これ以上はちょっと俺はもう我慢できないって、で俺もうちょっと行ってくる、行ってくるからって、で席立って、で行ったわけよ。おその応援おかしいだろうと言ったら、周りにいる西武ファンがそうだよって言って、お前なんか西武ファンいらないんだよって言って、で西武ファンがこのやじってる人を捕まえて、出ていけお前なんかみたいな、出てでみんなで出ていけみたいなで出ていったんだよ。やっぱりだから、同じファンとしても同じチームのファンとしても、やっぱりそういうのよろしくないよなって思ってる人たちがいるわけよ。スポーツだから、ね、勝ち負けは必ずあるわけよ ね、でそれが好きだからね。そうそうそう、だからこの勝ち負けに、まあ、勝っても もちろん嬉しいんだけど、負ける悔しさをまたバネにね、もちろん、ね、悔しいからずっと勝ちっぱなしで143試合ずっと勝ってたら俺ファンいなくなると思う。確かにね、それはおかしいですもん、そうなったら、まあ、去年の CS も広島でもう最後終わった時も、もう広島ファンと一緒にお好み食べてた。あ、そうなんですね。あ、それはいいですね。スポーツのね、良さっていうのはそこにあるんですよね。応援のしがいがあるという。なんかニュースとかでそういうね、ヤジとか、一時期ちょっと見てたのがあったんで、応援とかで、怖いなと思ったんですけど、やっぱりこんなね、ちょっとそういう話も聞けたかな。ヤジ、よくニュースでやってるのは、あれ自分の選手に、しっかりせよお前みたいな、そんなのが多いじゃん。そう、同じ、そうですか、自分とこのチームに言うのありますよね。そう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 、あ、そうなんだ。阪神ファンは阪神、阪神ファンはすごいんだから。すごいですよね。お前給料もらってんやろ。そうすごいですよね。そうなんだ、給料も働けとかって言うんだ。愛情ある、あれよね、愛のうちなんですね。そう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 、なるほど。そうだってね、まあ、去年の4月まで実は大阪の方にいて、兵庫の方にいたんですけども、プロ野球の試合よりも、まあ、高校野球とかもたくさん見に行ったりとかしてて、でやっぱ高校野球とか見てると、どっちも言えば本当に応援するじゃないですか。自分のところのもちろん学校も応援するけども、相手のなんかファインプレーとかもそこも拍手したりとかするし、やっぱああいうのがやっぱ野球好きの人たち、まあ、スポーツ好きな人たちの、まあ、根源というか、ね、だからそこからまあプロ野球にまた発展しても同じくまあスポーツの野球が好きな人たち同士だからこそ、相手のことも称えて自分のチームも褒めてっていうことだよね。僕らができないことを、でプロだからそれで飯を食ってるわけだから、彼らはその上を、前この上またその上をやらないと追い抜かれたり追いつかれたりして、おまんまが食えなくなってくるんだよね。だからこそ、才能のある人がさらに鍛錬をして見せるのがこの野球のプレーだから、もうなんていうかな、すごいプレーって思うのも もちろんあるんだけど、普通にやってるすごいプレーっていうのがあるからね。そうですよね。これは絶対もう簡単に普通にやってるようだけど、これ実はできないんだよっていうのが多いんだよね。すごい、あ、すごいことなんだっていうものが、すごいことを当たり前に、そう、当たり前にやってるっていうのが、まあ、それがね、またプロですよね。本当すごい。そう
そうそうそう。だそ確かにね、テレビで見てたらなんか簡単に見えてしまうんでしょうあるかもしれない、確かに、うんうん、そうなんだ。簡単なことを当たり前のようにやるっていう、うん、それが難しいんだ。それを毎日毎日練習するんだからね、だからそれがすごいなと思ってて、同じことの繰り返しを峰井選手は結構練習とかっていうのはちっちゃい頃からずっとされてたんですか。なんていうの、野球無視っていうの。あ、そうなんですか。野球をやりたいから勉強する、うん、あ、なるほど。野球、次の目標の高校に行きたいから学校休まない、はい、っていう方向だったね。あ、じゃあもう野球第一で、そのために、そうそう、そのために周りのいろんなものを頑張る、勉強やる授業をサボらない。あ、見習おう本当に俺たちも遅い本当にそう思うな。いやいや、今からでも遅くはないです、遅くはないです。楽しい酒飲むために仕事してるっていうのは、でもそういうことですよね。本当にね、自分の楽しみというか目標のためにね、ちょっとでも手を抜かずに一生懸命やって、より楽しみたいとか美味しいお酒飲みたいっていうことで一緒ですもんね。そういうのを見習う、練習のも大事なんだけど、まあ、うちの息子がここに行くためにはこう最低限、ね、うん、頭良くなれとは言ってない、最低限、最低限レポート出しなさい、宿題やりなさい、学校休むな、はい、遅刻するな、うんうんうん、をクリアすれば、ね、目標のところに行けると思うし、うん、で当時、まあ、これ言っちゃっていいのかな大丈夫ですか。いや、当時はい、ちょっと中学校の時にちょっと荒れてたのよ。ああ、なるほどなるほど。あれ出て校長先生も、うん、その時もう峰井に、うん、広木に、うん、生徒会長になってくれと、ほう、そしたら周りが収まるからと、はあ、で俺に頼まれて、俺はその前にそういうこと言ってるじゃない、はい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 、宿題出して、うん、普通に成績取って、うん、学校休まないで遅刻しないで行けたらこの高校行けるからと、うん、言ったじゃない、いや、あれは 95% だったこれが最後の頼みだ、最後の最後そしたら 100% になるから、もう一押しって。校長先生も、8月の夏季大会終わるまでは、うん、生徒会長やらなくていいからと、はい、あいつはあんまり人に物言う方じゃないんだけど、あ、こいつがいたら周りがそう締めてくれるってやつがいて、まあ、収まりはした。すごいな、いっぱいいいな、いっぱいいい話いっぱい聞けてるな、幸せだな。なかなかないと思うよこの話です、ね、校長先生はレアですよ。いい知恵使ったなと思ったよ聞いてたらごめんなさい、その時の校長先生すごい、もう今だから話せる裏話ね。はい、今ですね、あのツイキャスト、メールもですね、たくさんたくさんたくさんいただいておりまして、ね、ありがとうございます本当。はい、まずですね、じゃあメールいきましょうかね、はい、こっち今のコーナーの関するメールで言うと、沖縄コンビーフセンターさん、はい、皆さんこんにちは、と、私は金城達彦さんが、横浜ベイスターズにいる時からファンで、はあ、はいはい、沖縄キャンプ何度も見に行きましたね、うん、と、はい、金城選手、いい選手ですね。金城選手ね。なんでジャイアンツ行ったかな。ねえ。うちの息子のプロ初安打、はい、初打点、はい、初サヨナラ、はい、初三塁打、うん、を引き立ててくれたのは金城さん。お金城さん一塁から一生懸命走ってホームで帰ってきてサヨナラを作ってくれた。サヨナラだけど広木は三塁まで行った。そうそう。なるほどね。あ、でも広木の俺はホームラン、うん、初ホームラン、ハマスタでの、はいはい、あれ俺オリオンビルに行ったんですよ。あれハマスタに、うん、今ライト側にあるけど昔レフト側にオリオンビルの看板があるわけ。ああ、そうなんですか。ハマスタにオリオンビルがハマスタにあるのよ。どこにもないで、ハマスタにあるんで、こうやってへあって、でそのまあ看板には届かなかったけど、もう峰井宏樹のハマスタ初ホームランバーって言ったのがこのオリンビルかかって映るわけ。おー、すげー、すごい。看板に当たらなかったけどオリンビルの、うん、行ったもんね、あれだけ、うん、あのオリンビルが峰井宏樹の1号が、うんうん、あんだけ見えてるか、当たらなかったけど何か出してくれと
あ、検討しますって言ったんだけど、それから何年経ってるから今山川穂高のあの登場曲になってる。ああそうかそうかそうか、山川選手どうぞ。あ、でもそういうことでも本当沖縄出身の選手が多くなってきましたよね、うん、多くなってるし、まあ、活躍された選手も多かったりとかして、うん、そしていただいてるのがねたくさんあって、あ、シュプリームさんありがとうございますね、よかったね、アズマックスって。ミネイパパがこうして出演してるのをベイスターズ応援コーナー始めたおかげだしって。応援だよねって、本当にありがとうございます。そして人生送りバンドさんは、初見です、桑原と乙坂選手の大ファンですと。お、うん、人生送りバンドさん、いいね。いい、そうそう。人のために。そう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 。野球はいいと思います。ね、送りバントがあるから。送りバントがあるからね。犠牲にしても。社会に出ても送りバントしたら。はい、そして、シロさんも確か地元、福岡でホークスファンですが、大学時代は神奈川にいたからベイスターズ応援してますし、もちろんホークスでもホークスで活躍する選手、内川選手、吉村選手ね、はたまた田村選手にも活躍していただいてますよと。そうですよね、今回ね、やっぱりあのベイスターズに、ね、いた選手っていうのがたくさん、まあ、ホークスにね、いたりとかっていうこともあって、田村もそうですよ、あの田村もね、確か3年前でしたっけ、あのジャイアンツ戦で、うんうんうん、あの2回ホームランあったのよ、そうそう、7点差をひっくり返したのよ、 あれ中畑さんがあのこんなに感動したのはないって言ってた。おお、そうなんですね、ジャイアンツだからこそ、余計にね、ジャイアンツ、余計にジャイアンツだからこそ、あの、まあ、ジャイアンツファンにはあれだけど、はい、やっぱりアンチジャイアンツって多いじゃない、まあそうですね、多いんですよ、だから、うんうん、そこに対してあのベイスターズの応援の中に、うん、あの歌でやって相手チームを、はい、読売倒せっていうのがあって、はいはいはい、これ読売の時だけ、他の例えば阪神とか、うんうん、ホークス、今回のホークスとか、うん、広島とかっていう時よりも、うん、読売の時めちゃくちゃボルテージ上がる、これはね、やっぱそこはワントーン見ながるんですかね、やっぱりあの今まではあの一強五弱だったから、うんうんうん、でその名残がまだあるんだろうね、もう他の5球団でジャイアンツを叩き潰すんだというか、その構図っていうのは確かに面白かったよ、そうですよね、面白いですよね、そういうのがちゃんと比較があって、でも今本当にセリーグなんてもう結構あんまりその力の差っていうのがこれでなんかなくなってきますよ ね、うん、だってね、2年前でヤクルトが1位だったのに最下位だからね、そうですよね、すごいですよね、本当にもう 広島も強くなったりとかして、うん、もういろんなのがあって今また面白いですよね、うん、はい、シュプリームさん、サザンでも野球に興味ない人をベイスターズファンに取り組みしたらいいですねって、で僕は高安会長のベイスターズ愛に惚れファンになりましたと、ありがとうございます。そしてそのシュプリームさんは、僕がプロ野球の試合を生で見たのは母が生まれた横浜の今のハマスタで太陽対巨人、はい、はい、すごいな、もうすごい今いっぱい今日はいっぱい皆さんメッセージいただいてありがとうございます、いっぱいいっぱいいただいて、ナチミンさんはラミレス監督の通訳さんの名前教えてくれませんかって書いてます、何でしたっけ、いや今年変わったんだよね、今年変わった、今年変わった、それでシロさんはね、今年で言えばもう沖縄出身はね、やっぱホークスの東山、そうですね、まあ、ね、バッテリー組まれてたんですもんね、うん、沖縄小学時代、打てなかったな、うちの息子は何遠慮したのかね、社交辞令なのかな、なのかあ、でもなおのピッチング良かったですね、いや、すごかった、やっぱさすがですよ、でも夢だよね、高校大学バッテリー組んだやつがさ、たまんないっすよね、日本シリーズで敵対してで対戦するっていう、いや、それ日本一決めるっていうのがもうゾクゾクしますよね、すごいな、いやいや本当にもうあの喋りたいことはね、もう山ほどこの、まあ、ベイスターズのことに関しても野球のことに関してももうたくさんたくさんありまして、本当にもういや、こんな長い時間お付き合いいただいてありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、またちょっとね、微力ながら僕もちょっとこの番組でちょっとずつベイスターズ応援していきたいなと思っておりますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、応援よろしくお願いします、はい、情報の方は、提供します、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、本日のゲスト峰井さんとそして高安会長でした、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、それでは CM です、ありがとうございました、ありがとうございました、ちょうどいい時間だ、今だと、ほら、職員返せるか、
すみません、ありがとうございます。この間。ちょっと僕、練習忘れて。あ、すみません。あ、すみません。僕も今ちょっと、申し訳ないです。ありがとうございます。頂戴いたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、毎週この時間、月曜日から木曜日やってますので。あ、すごいね。毎週やってんの？毎週僕はやっておりますので。僕は木曜日だけ。すごいね。僕、月目で、ちょっとゲストさんがいないときとかに、ベイスターズにちょっと情報を入れたりしてやっておりますので。すごいね。ありがとうございました。ありがとうございます、本当に今日は。ありがとうございます。どうしてます？自分のコーナーなくしてニュースやります？時間めっちゃ喋ってる。ツイキャス、曲をどうしようかな。いや、コーナーはね、やった方がいいと思うんで、はい、ツイキャス短めにして、はい、そのまま FM ギノワニュースいきます、はい。ありがとうございます。皆さんコメントいっぱい、本当に。佐藤さんも。ナチミリさんもありがとうございますね。シネマグジン。サザンブリーズをお送りしております。はい、いや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 急にねなんて言ったんですけど、お二人ゲストいただき、お越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当にいっぱい喋りたかった。もっともっと喋りたいわ。裏話も聞けて本当に。いや、お二人と飲みに行ったらずっと付き合いだろうな俺。いや、今度お願いしよう。楽しそうでしたもんね。ありがとうございます。で、今日は、ね、この本題は、今日は、はい、ラジオに松原エトセトラでございます。そうですね。すいません、はい、皆さんもたくさんまたツイキャスもいただいております。ありがとうございます。メッセージもいただいてます。メールいただいております。はい。はい、進撃のめいちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。リクエスト、間に合わなかった。ごめんなさいね。次かけます。今からまたかけますので、はい、お待ちくださいませ。はい、東さんと久しぶりのせいやさん、生放送お疲れ様です。おはようございます。この間の火曜日、東さんかかるかなって期待したのに、まさかの増えだとごめんなさい、びっくりして何も言えなかった。それゆうこさんの神回数に負けないことでおなじみのせいやさん、久しぶりですで、水曜から木曜に移ったんですねってなんか良かったですってあ、ありがとうございます。なので今日も送らせていただきまして、テーマラジオについてのエトセトラ。今日もラジオの公開の放送を行かせていただきました。ラジオって楽しいですよね。公開の放送最高。ありがとうございます。いいですね。楽しいですね。いやいやいや、いっぱいいただいて、あ、本当だ。あ、公開の放送行って、あ、いいですね。行きまくってますね。いいですね。じゃあですね、ここでそんな進撃のめいちゃんさんの、リクエスト曲をですね、はい、ちょっとかけたいなと思います。それではこちらをお聴きください。 DJ オズマアゲアゲエビナイト。FM ギノワニュースは、はい、あれだけでいいや。2つだけ、この2つだけします。うん、そこだけでいいわ。分かりました。これ忘年会なし。はい、
でも敵同士でこんな仲良くなるっていうのを意外すぎてびっくりしました。あ、そう。本当に。まあでも結構あるよ。そうなんですね。結構ね。びっくりした。サッカーのサポーターの方が結構きついよ。あ、そうなんですか。サッカーの方が。サッカーの方がやばいんだ。あ、そうなんだ。こういうのがあるんだったら全然あったかいと思って話が。これでフェードアウトして次行きます。FM ギアニュースね、はい、ジングルから。はい、このコーナーでは FM ギヌアンのおすすめ番組や新番組、リスナーのプレゼントなどを紹介します。はい、まず、新番組情報。おーい沖縄、金曜日夜7時から、県内の、若手議員が中心となって お送りする、政治的トーク番組となっております。話題のニュースや、生活に密着したテーマでトークしていきます。リスナーさんの皆さんの意見を紹介し議論します。そして2つ目が、ムービングウェーブ。毎週金曜日、18時、6時からですね、洋楽を楽しむ番組となっております。11時から、時間を、倍の1時間に拡大し放送時間も変更していますよ。楽しい時間なので皆さんね、金曜夕方6時から、6時56分ですね、かっこいい番組となっておりますのでぜひお聞きください。以上、FM ギノアおすすめ番組情報でした。CM 分けジングルでテーマトークちょっとですぐコーナー、はい、すぐもコーナー行こうかな。行きます。はい、そうなんだ。メール1個だけ、3つだけ読んでから、はい、ちょっと短めでいこうか。あと天気と道路交通短めで、短めで。
サザンブリーズをお送りしております。今日のメッセージテーマ、ラジオにまつわるエトセトラです。皆さん、はい、メッセージお願いいたします。さあ、メールいただいてます。進撃のめいちゃんさん、リクエストありがとうございます。やっと実現してよかったです。ごめんなさい。本当にお待たせしております。またお願いしますね。お願いします。はい、そしてもう一通いただいております、はい。ラジオにまつわるエトセトラ、内地出身のホークスファンのアツオです。20年ぐらい前ですが、今や有名な芸人博多華丸さんが全国に出る前に博多でラジオやられてる時、ラジオにリスナー出演したり、今でも放送してる番組出たり、運よく遭遇、エトセトラより自慢に近いか、そんな嬉しいことありましたね。すごい、すごい、やっぱそんなもあるな。はい、ベイスターズに限らずホークス野球界盛り上げましょう。あ、そうでした。 iPhone から送信、もう読んでねって読んじゃった。ありがとうございます。いいですよね、本当にね、この、まあ、ベイスターズはね、まあ、このギノワンのね、この番組はベイスターズを中心に応援しますけど、やっぱり僕も野球自体が好きなので、そういうふうに野球ファンをどんどんね、増やしていきたいなというふうに思っておりますので、また皆さんですね、またお聞きくださいませ。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは続いて、このコーナー行きましょう。はい、このコーナーではあなたのコスモを揺さぶるかもしれないアニメの名言紹介をするコーナーとなっております。せいやくん、あのね、はい、ゲストのお二方と喋りすぎたので短く短く、わかりました。じゃあもう言いますよ、短くいこう、言いますね。今日の名言は、今日の名言はですね、ちょっと亡くなった時のか、なんか悲しいな、なんかなんだろうな、ちょっと心に秘めてますよっていう時にちょっと聞いてほしいですね、はい、これは、はい、はい、ということで言います。どうぞ。はい、人はいつ死ぬと思う？心臓をピストルで撃ち抜かれたとき。違う。不治の病に侵されたとき。違う。毒キノコのスープを飲んだとき。違う。人に忘れられたときさ。はい、ちょっと早めにしねって言ったけど、ちょっと長めだったんですよ。やばいと思って。やばい、時間目で。でもこれいいから言って。いや、わかるよ。でな、せいやくん、はい、俺ワンピース大好きや。ああ大好きだ。その話めっちゃしたいわ。めっちゃしたいけど、今日この時間。これはもう、タイミング悪かった、ちょっと。あ、めっちゃ好き。これいいですよね。いい、めっちゃいい。ほんとに。もうね、忘れてなければいるんだよっていうことをね、言ってるから、もう本当に心にきます、これは。それはもう本当にわかります。はい、忘れちゃったらね、人の頭がなかったらホギは死んだ時だと。そうそうなんですよ、ね、でいつまで、ね、これをもうちょっと3分4分もっと話したかったんですけど。俺もしたかったけども、今日はしょうがない、今日はもうしょうがない、しょうがないということで、来週に撮っとこう。撮っときましょう。ありがとうございます。せいやのアニメ名言コーナーでした。さあ、それではここで、はい、沖縄本島中部のお天気交通情報お願いします。はい、お天気から言いますね。はい、はい、今夜16日ですね、東の風やや強く曇り、波が 2.5 メートルになっております。降水確率が、18時から24時が 30% となっております。うん、そして明日17日は、東の風やや強く、後南東の風やや強く、曇り時々雨、波が 2.5 メートルになっております。うん、降水確率もですね、60% になっておりますので、もしかしたら雨降るかと思います。気温がですね、朝は20度、最低気温が20度となっております。日中が26度、最高26度となっております。はい、ですね、沖縄本島地方の、海域の地、あ、海域では波が高くなっています。はい、海上や、海域付近では17日夕方まで高波に注意してください。はい、皆さん、はい、そして続いて交通道路を紹介します。はい、ですね、グスクマから脇港はちょっと渋滞、あ、ちょっと渋滞してますね。ちょっと大きい渋滞となっております。王者の
から、前原も渋滞をしておりますね。ちょっと渋滞があちこちあるのであのあちこち気をつけてください。ちょっと事故車とか混雑も、ありますね。ちょっとどこだろう、これライカムの通りもあります。はい、はいはい、そうですね、ズケランからライカムあたりもですね、はい、あります。気をつけてください。はい、そして高速道路お願いします。はい、はですね、特に変わったのはないですね。皆さん大丈夫ですね。はい、ちゃんとできておりますので。できておるってな、できてる幼稚園生に言ってるわけじゃないんだからできてるよって。できてますので安全運転で、はい、お願いします。ありがとうございます。以上、お天気と道路交通情報でした。はい、それではですね、はい、最後にですね、この番組最後に、イベントの情報をですね、お伝えしたいなと思います。はい、まずは、普天間産区公民館よりお知らせです。明日夜7時から普天間産区公民館において、初心者三味線教室を行います。どなたでもどうぞ、参加費も無料です。多くの方の参加をお待ちしておりますと、はい、また大きめの段ボール、土曜日まで集めています。不要な大きめな段ボールありましたら、普天間産区公民館にお願いします。お問い合わせは電話 892-2327、892-2327 です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そしてもうお一つ、はい、アイレディスクリニックさんからお知らせです。第4回クリスマスファミリーコンサートがあります。はい、赤ちゃんも連れて一緒に楽しめるコンサートとなっております。素敵なアーティストさんが出演したりとか、当日は美ら海移動水族館が来たりします。そうなんだ。こちら日時が11月23日木曜日祝日、会場が12時半の開演が13時から、場所は沖縄市民会館大ホールとなっております。はい、はい、こちらですね、一般は、中学生以上は1人1000円になってるんですけども、アイレディスクリニック様から、なんと一家族分のチケット10組リスナープレゼントいただいております。ですのでですね、連絡先、名前を明記の上メールをください。 797@fmginoan.com、はい、797@fmginoan.com までよろしくお願いいたしま す。はい、というわけでございまして、はい、駆け足でいきましたけども、サザンブリーズ終わりたいと思います。はい、今日もありがとうございました。いやいや、もう楽しかったですよ。楽しかったね、たっぷり話しましたね。はい、本日のお相手は私、東と、はい、セイントでした。はい、皆さん来週も、そして明日もサザンブリーありますので、お聞きくださいませ。この後も FM ギノワンでお楽しみください。それではさようなら。上手になってきてますか？やったー、ありがとう。後半バタバタ、ごめんなさい、もう。本当ですね。申し訳ない。40分やけ喋るからや。ちょっとね、どうしようかな。ちょっと喋りすぎたね。いや、もう楽しかったです、本当にもう。喋りすぎたね。皆さんまた来週、木曜日。それはそれでもう、俺は別のやつ喋りたいぐらいの感じだね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。遊びに行きますわ、来てください。ぜひ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 、また来てくださいね。はい、あつおさん。はい、保存する。でもすごいですね、こんな呼んで、誰も呼んだんですかね。え、だからあれでしょ、もともとその身が…あ、ここだけだよ。もともとも来るって言ったんですか。そう、いや、今日はだからそれゲストで来るから。CD の入れ場所って入れるかな。ダメだよ、すぐに。あ、今日はダメだよ、次がいない。
疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日も来すぎなさそうなので音かけておきます。あ、ありがとうございます。